フィール・ザ・プレミアム・ボイス,ボイスフィール・ザ・プレミアム・ボイスこのコーナーは私本庄な美が実際に田舎の農業村を訪れそこで感じた自然にまつわる貴重な声を中心にその魅力を紹介していこうというコーナーです川のせせらぎ鳥のさえずりそこに暮らす人たちの声などそういったすべての音や声や思いをまとめて プレミアムボイスと名付けました今回訪れているのははい風の音何かが揺れている音ですが実はこれ稲穂の揺れる音なんです。ということで今月は兵庫県の西市に行ってきました。 兵庫県加西市下桁町で小牧信孝さんが栽培されているお米をお送りします小牧さんは山合いにひっそり佇む里山の小さな村で自分たちが食べるためだけに作りあまり市場には出回らないお米清流絹光芥川を育てていらっしゃる4代目です4週にわたり地域の情景お米の魅力 小牧さんの思いなどをお送りしていきたいと思いますが、今週は三週目です。まずはこれまでのダイジェストからどうぞ。う小牧と申します。今日はお世話になります。こちらこそお,世話になりお願いします。今ちょうど収穫の時期なんですか？そうですね。ちょうどね、もう見てもらったわかるようにもう綺麗な黄金色になってて、はい、あ,はい、あの青龍木の光田川。はい はい、そうです。きぬひかりっていう名前の。そうですね。あのう、コシヒカリと、まあ、親戚みたいな。感じなんですけど。あのあっさりした。本当に美味しい。お米。あの収穫の時っていうのは、はい、この時期、一日の小牧さんのスケジュール。どんな感じなんですか。はい、何時ぐらいに起きるんですか。えっとね。あの結構朝早くから、その。ね。 稲刈り作業しようってあいうイメージが結構あるんですけれども、はい、あの意外とあの遅くてスタートがー、えー、収穫の時期にお邪魔した小牧さんの田んぼの稲穂は本当に綺麗な黄金色をしていましたさあそれでは今週の「プレミアムボイス」をお聞きください 田植えの時期に、はい、あの裸足で、ね、入ったの。怪我するじゃないですか。えー、そこに泥が入っても生まない。へえーうん。まあ、そういう土に。してやる。健康的な土うの目的なんですけど。うん、はい。で、その後田植えですよね。はい、うん。で。田植えが終わったら、今度水の管理。水のそうあの稲が。ね、植えてた、植えてる稲があの。 暑ないかとか寒くないいかかかと寒く最近やったらあの結構あの温暖化で温度が上がるんで、はい、稲が暑いって言ったらあの、はい、川から冷たい水を入れてあげたりとか,か夜寒いって言ったら昼間に水入れてそれを温めて、ね、夜を越してあげるとか。えー そうか水で温度の調節というか管理ができるんですねです、はい、あとこの株の株数なんかも水の量水,水の調整であの株の数を調整してますへえはい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 

作ってるんですけど、うんうん、あの、まあ。家族で食べる分。はい、ね、自家消費で。あの、まあ、お野菜をね、作ったりとかいうのもしてるんですけど。はい。はい、なるほど。あの、清流絹光芥川。はい。という、このお米作りのこだわりを教えていただけますか。こだわりですか。はい。はい。あのね。それこそ、あの。 さっきも言ったけれども、このね、そうやね、やっぱり情熱と想像力、うんうん、これが僕のこだわりですね。はい。で、ねこうやってあの皆さんこの土から上しかねあの 気がいかないけれども、はい、あのねなんて言うやろうもうこの稲ね今実ってるけれどもこれもやっぱりあの植えてからいろんな出来事をこ乗り越えて、まあ、ここに至るわけやけれどもそれと同じぐらいのドラマがねこの地中の中で、うん、この地面の下、うん、でもあの行われてる。うん でそ,のその地中の中にどれだけの情熱と想像力を注げるかというのが僕のこだわり。いうのが僕のこだわり。でも、うん、人間の力なんていうのは本当にあのちっちゃくてやっぱり一番この里山の自然、はいうん、この豊かな自然環境にあの支えられたお米やっていうのが一番のこだわりかな。 小牧さんのお米作りにかけるこだわりは情熱と想像力土から上の部分だけを見るのではなく地中の中にどれだけの思いをはせるかそれが大事なんだそうですこの辺りは昔から米作りをされているところが多いんです,かそうですね。 分たちが食べる分だけどこの農家さんもちっちゃい農家さんなんで、うん、あの自分たちが食べる分だけを作付けしてる<ー>、うん、でまあちょっと余った分いうのはあの出荷あの農協さんとかね、うん、に出荷するわけですけれども、うん、出荷してしまうとほか、はい、の,の地域のお米と、はい、あのどうしても混ざってしまうんで。そうで そ,うかそ,うそれからこの,、うん、その僕らの保有米っていうんかな、はいうん、これをまあ僕はあの欲しいっていう人にうん、うん、お分けしているっていうような感じですねはいなるほどここのこの環境っていうのは米作りには適している土地だなというふうに思いますかいやえっ、ー、とねやっぱりねあの平地に比べてあのたくさん 取れないんです、うん、やっぱりどうしてもこの山間地域になるんで、はい、あの平地に比べてだいたい7割ぐらいしか取れないそ,な、ね、それから向いてるか向いてないかって言ったらあの向いてない地域になるんじゃないかなと僕は思うんですけどでも昔から美味しいお米がこの辺は取れるんでんこれをね生かして。 村おこしじゃないけれども<ー>ちょっとこう皆さんのお役に立てるんったらいいなっていう思いで、うん、はいやってます。はい、ということで今月は兵庫県笠井市で拾ってきたたプレミアムボイスをご紹介しましま小牧さんのお話をずっと伺っているとですね本当にこの環境この自然環境にこのお米は育てられているんだっていうことそしてその その環境を守るためにもそのお米をねあの真摯に作っているんだよっていうことをねあの本当にいろんな言葉をつなぎながらあの伝えてくださっているなというふうに感じました。全てはこう自然と共にあるんだよっていうことですね。で小牧さんはえっと私より多分一つか二つ年が下の方なんですけれどもえっとなかなかその 私がこう育ってきた環境とまあ小牧さん本当にこの。 風光明媚本当に美しい里山で育った方っていうのでねあの全然何て言ったらいいのかなあの新興住宅地で育った私とは多分見てきたものとか感じているものとかあの聞こえていたものとか生い立ちとかもね全然違うと思うんですけれどもそれでもどこかこう同じ世代でこう同じなんか空気をまとっている感じっていうのがねあの お話を伺いながらあなんかこういうとこ分かるなっていう部分ですごくたくさんあったんですけれどもでもううそういうところじゃなくて何て言ったらいいのかなすごくこうあすごい方だなって思ったのはやっぱりその自然と共にあるっていうことが本当に小さい頃から身についてきた方なんだっていうそこにとてもあの。 素素晴らししいいいなな敵だなっていう,ふうに思いましたやっぱりその農業をしていくっていうことはどれだけその自然の環境を、まあえっと、厳しい気候だったりとか厳しい環境を自分の味方につけていくかっていうことだと思うんですけれども決して無理をするわけでなく寄り添いながらでもおいしいものをあの。 丹念に心を込めてて作っっいくっていうそのあり方って本当にこう人としてとても素晴らしいことだなとか素敵なことだなって本当にこう強く感じましたね。であの小牧さんの米作りにかけるこだわりは情熱そして想像力ということをおっしゃっていましたけれどもこの目に見えないところにこだわるその地中のあの 根の張っている部分目には見えていないところにどれだけこだわれるかっていうのがやっぱり大事だと思うっていう風うにおっしゃっていたのも非常に印象に残りました本当にこうあの豊かなね里山の山合いの綺麗な川が流れていてその横で作られている 田んぼのね黄金色に輝いている稲穂お米はもうどれだけ美味しいんだろうってあのー、ますます期待は膨らむばかりなんですけれどもあのー、そのお米のねご飯の試食についてはまた来週お届けできるかと思いますどうぞお楽しみにしていてくださいということで以上フィールザプレミアムボイスでした